頃に終わったアトランタオリンピック、その屈辱の1年は間もなく終わろうとしております。日本体操界の締めくくり、第27回中日カップ名古屋国際体操競技大会、来年の世界選手権、そしてシドニーに向けて何かをつかみ取ってもらいたい。アトランタのメダリストを含む5カ国の選手たちと今年も腕を競います。解説をご紹介します。日本体操協会の男女ともにナショナル強化部長ですが、外村浩二さんと笹田弥生さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、アトランタオリンピックが、外村さん、ああいった結果に終わって、メダルゼロということになったんですが、まずその感想を聞きたいんですけれども、はい、そうですね、当初現地乗り込むまでは、なんとかしてその団体でメダルをという意気込みでいたんですけども、はい、結果ちょっと不審な結果に終わって、なんとかその次回のオリンピックに何としても立て直しをしたいと、そういうところだったんですけども、それ以降その新しい若い選手が何人か出てきてますので、そういう明るい材料も出てきましたので、これから再建に向けて一歩踏み出せるんじゃないかなと思っております。先ほど映っていたのがその若手のホープ、塚原直也選手ですね、日本ではオリンピック個人総合では、最もいい成績だった12位というその塚原直也選手が先ほど映っておりました。こちらは地元の橋口美穂選手、この橋口選手もオリンピックの代表だったんですが、笹原さん、8年ぶりにですねオリンピックに出場して、12位ということに終わったんですが、そうですね、オリンピックの成績はやはりちょっと褒められるものではないんですけれども、やはりバルセロナオリンピック団体で出場権を逃したっていうのは非常に大きな、女子にとっては雪辱でありましたので、それを最短の、8年ぶりに、取り戻して団体で出られたということが非常に大きな収穫でありましたので、また次回シドニーにまた団体で出場権をもう今度また獲得して、もう安心して出たいということですので、もうこういう橋口選手、菅原選手がこの次の若手選手が育ってくるまでの非常に頑張ってもらいたい、もう中堅の選手となります。今日はそういった明日を見据えた演技もご覧いただきたいと思います。今日は2日目の種目別選手権の模様をお届けしてまいります。